ドラゴンボール、はい、見てくださいこれ、すごい、ね、いいよこれ、ね、はい、さあ今回、はい、今回実はスピンオフということで、はい、ドラゴンボール以外の以外の最後まずですね、はい、私、まあ、これバンド関係ですごく、はい、一緒にですね、セットストップという広島の、はい、フェスに出た時にですね、はい、いた方なんですけども、はい、私もう中学校から大好きで、はい、この方ですね、スピッツさんのサイン全員ですね。いや、これすごいな、俺、はい、すごい2008年なんで、いや、すごい、はい、これいただきました。いや、いいですね、はい、これもあり、うわ、嬉しいな。いや、嬉しい、俺スピッツすげえ好きですよね。欲しいですよ、これ。そうですよね、はい、あとですね、ちょっと漫画家さん挟みます、はい、あ、はいはい、これちょっとした知り合いのつてで、はい、私書いていただいたんですけども、はい、こちらですね、筋肉マンのバッファローマンですね。すごい、これはすごいすごい、これは岡さんに、バッファローマンが好きだからみたいなこともあるんですね。そうですね、バッファローマン大好きだったので、でかいって、すごく大好きだったので、はい、ちょっと知り合いのつてで、はいはい、やってやろうかなと思います。で、次ですね、はい、次はですね、これすごいです、私も大好きですね、はい、皆さん好きだと思います、はい、はい、こちら、なんと、ミスターチルドレン桜井和俊さん、あ、マジで、まそう、はい、大川くんへとか、すごいなぁ、これは嬉しかったですね、もうずっとコンサート行ってましたから、うん、はい、いや、これは欲しいわ、まあ、どれもすごいんですけども、うん、ラスト一番すごいです、はい、ラスト、こちら皆さんもう本当にびっくりするんじゃないかなと、はい、こちらですね、わかりますか、わかりますか、これか猫、はい、スピッツさん、ミスチルさん、筋肉マン、ゆたまご先生、わからないですか、このサイン、特徴ある、猫、はい、わかんないですか、わかんない、わかんないですね、元ジャピオンのコーリさんですね。え、日本代表香川選手のサインですね。うわー、すごい、はい、FC 東京ですね、あーの、石川選手、あ、石川選手入ったり、はいはい、で、この人知り合いの方ですね、頼んでいただいて、実はですね、あのインテルに行った長友選手が最後にいた時の FC 東京のサインも入ってるんですね。ちょっと長友選手はどれか分からないです。入ってる、入ってる、入ってはいるんですよね。入ってます。徳島さんも言っちゃってくださいよ。バルセロナの、はい、ユニフォームなんですけど、ちょっとこれ誰ですか、これ。じゃあ見てて、これね、はい、これですね、どれもじゃないですか、これですね、なんとですね、皆さん好きでしょう、リオネル・メッシ。いや、すごい、こちら、はい、世界一のサッカー選手よ、リオネル・メッシですね、うん、はい、これちゃんとちゃんとした証明書、証明書ですから、うん、メッシ変えたよっていう、はいはいはい、メッシ気持ちいいですね。いや、すごいな、メッシ、バンドライブ行った時にソフトバンクの方に、はい、ちょっと頼んでみたら、はいはい、なんと書いてくれたんですね、佐田春王選手、王選手、監督、会長ですか、名誉監督ですね、すごい、すごいな、監督大好きなんですよ、あ、唯一好きだったんですね、はい、一本足打法、はいはいはい、これがすごい好きだったんで、王さんのいただけないかなってちょっと言ったら、いや、すごいな、いただけ、すごい選択になると思うんですけども、はい、今まで紹介したサインで1個しか持っていけないって言ったら何持っていくんですか、これもう本当に大変な質問なんですよ、すぐ決まりますね、すぐ決まるんですか、こんなのが、すぐ決まります、ちょっといいですか、はい、一枚だけ持ってたりしたら、はい、絶対これです、あ、私はサイン、はい、はい、あの方のどれですか、そうですね、はい、元チャピオンのコーリさんですね、いや、じゃあそういうんじゃないの、いらない、いやマジだったら、これ本当に、あ、あれ悟空、あ、悟空の王ちゃん、うん、王ちゃんの悟空バージョン、うん、すごいな、もう1個しかでしょ、1個しか、1個しか、ごめんだけど1個しか、だったらもうこれかな、そうなんだ、うん、